雑化する現代社会の中にあって暴走を続ける少女たち、人は彼女らをレディースと呼ぶ。しかし誰の言葉にも決して耳を貸そうとはしなかった彼女たちが今変わろうとしている。初めて見せるあどけない笑顔、一触即発パンダ先生の危機、生まれて初めての作法の特訓。果たして彼女らは最後まで人を殴らずにいられるのか。レディースお嬢様になりたい。中村でございます。中村さん、中村さん、どうも。中村さんってのはどういう方なんですか。一般視聴者代表ということで。これから毎週なんか中村さん来てくれるらしいですよ。視聴者代表で。毎週中村さんなの。中村で。あ、本当。いや、よろしくお願いします。評判悪くなっちゃうと変わっちゃう。早いな。それで、あのレディースお嬢様に改造。はい。今日できますかこれ。あのね、東野がまた体を張って行ってきた。浩二君。あ、わかりました。そちらの方早速見ていただきましょう。VTR どうぞ。悲しいお知らせです。約束の11時になってもレディースは来ません。不愉快です。なめんなよ。チュ、一体いつになったらレディースは来るんでしょうか。大人をなめんなよレディース。チュ1時間遅れでようやくレディースはやってきた。有馬さえり、横浜連合鶴見レディース初代総長、一人息子司くんのためにも普通のお母さんたちの輪に入り楽しくおしゃべりできるようになりたい。高橋かな子、湘南連合野生霊女初代総長、二十歳になったら落ち着けよと言ってくれた先輩にお嬢様っぽくなった姿を見せて驚かせたい。いいですか。いかに君たちが凶暴か、いくつかチェックします。売られた喧嘩は必ず買わなきゃ女じゃない。現役の時はだから男とかにも殴られるし。どういうふうに殴られるの。グーで。だからもうグーとか木刀とか警棒とか。木刀ね。どこ殴るの。いや頭とか体とか。私は頭鉄パイプ。鉄パイプ。だもう全身あざだらけの顔面腫れ。腫れて。家庭相談所に何度も行き、今ではニックネームで呼ばれている。あ、ちなみに母ちゃんは何て呼ばれてるんだ。え、ニックネームはないけど家庭裁判所は行ってる。家庭裁判所何回ぐらい行ったんだ。おまわりさんに捕まってんのは20回以上。その後いろいろな角度で調査した結果、次のようなデータが出た。かな子はやや明るさが見えるものの凶暴度が高い。さえりは凶暴度だけが異常に高く、共に危険な人物である。私たちは怖い。怖いですか。怖いですか。丸、いや、バスそう。バスやから。でも好きやで。マシュ一人では無理。そこで中国から強力な助っ人を呼んだ。中国4000年の秘伝カオキコウを取得した顔面の魔術師マノナオ、笑顔の伝道師チャオウェイに、無表情のレディース2人に女の子らしい笑顔を教え込んでもらうことにした。さあ、それではウェニーさん、まず最初は何を。梅干しをご存知ですね。食べます、食べます。日本の方はよく食べますね。食べますよ。だから梅干しようなシュークリームような感じですね。シュークリーム。こっち梅干しをシュークリーム。ちょっと待ってください。梅干しをシュークリームと言ったらどういうことなんですか。ちょっとシューになっちゃう。シューっていう顔、シュークリームはないんですね。わかりました、わかりました。梅干しをシュー食べてシューっていう顔。そうそうそう。もう一度お願いします。木をあのここまでね、鼻を中心して。あ、なるほど。木を鼻に持って行ってこう引っ張ったわけですね。
失敗失敗と思う顔ですね。失敗顔で。じゃあ分かりました。じゃあ、かなちゃん。かなちゃんから、お待ちください。どうぞ。待って。やるやる。失敗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 。オッケーオッケー。こう、引っ張られて、鼻を中心に。そうそうそう、いい顔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 。さあ、それでは先生、次は何を？下体操。力を入れて、下先に力を入れてぐるぐる回す。使ってください。健康とあの笑顔のためですよ。健康と笑顔のためにこれをあえてやるって、2人でやるの一緒に、2人で2人で一緒に、下体操。何をしてんの、何をしてんの、負けんじゃねえぞ、僕ながら突っ込んでる。うわ、異常やないか。ちょっと静かにします。いいぞー。じゃあ、ウェインさん教えてください。じゃあやりましょう。下をくるくる回すね。そう、ゆっくりして、上の方も上、そうそう、グッドですか、グッドですか、わかりました。やはり頭いいですからね。は体操の方お願いします。探求はまず大きく開く、目を大きく開く。あ、目が危ないな。左ここから見るとほら、ほら、目を大きく、そう、くるくる回す。そう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 、はい、反対、そうそう、はい、はい、うまい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 。チャオウェイニーのユニークな特訓のおかげで、レディース2人の顔つきも穏やかになり、少しずつやる気を出し始めたのである。いいです。今までなっていただいたですね、この目の運動とか顎の運動とか舌の運動やりましたよね。それをミックスしてやっていただいてお別れしましょう。よろしくお願いします。どうぞ。ユニークですね。すごい先生でしょ。あの先生危ないですね。危ないですよ。かなりやばかったですけど、マジみたいですよ。あれ柔らかくしたらそのええ笑顔になるっていう。笑顔の先生なんですか。そうです、笑顔の先生。素晴らしい。可愛らしい顔してらっしゃいます、先生。でやること危ないですよね。危ないですよね。なんか見ながら一緒にこう動いちゃいませんでした。顔を真似しようとなっちゃうね。なんかこう目大きくなってこんなになっちゃいましたよね。高田さんはああいう風なことは教えられなかったんですか。なんか顔とかそういうお母さんとか。あんまり教えられませんけど、でも女の子はとりあえずいつもニコニコっていうのは、うん、何があっても何があっても笑顔でっていうのはね。え、女の子はニコニコですって。それはできないな。できないですか。まあ、この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。できるよ。どっかに言葉遣いを教えてくれるいい先生はいないのかな。なんだあの声は。どこだ、どこに出るんだ。あの人は。始まって以来、その得意な風貌と圧倒的な存在感、日本全国を恐怖のどん底に叩き落とした男、谷川寿太郎。2人の言葉遣いを独自の哲学で直すことができるのか。この後ろの2人なんですけれども、不良なんですよ。この2人をですね、普通のお嬢さんにですね、なんとか改造したいと。でまずその喋り方が全然ですね、なってないんですよ、下品で。そこでパンラ先生にですね、この話し方を教えてほしいと思いまして。よろしいでしょうか。よし、やってみよう。はい、声回すと柔らかくなるからね。あ、なるほど、声を回すと柔らかくなるね。歯の上で喋らんといかんな。歯の上で喋る、どういうことなんですか。そう、歯茎。歯茎じゃない、歯を出してパララってこうやる。パララ。そうかなちゃんが笑ってますよ。笑って今まで笑み一つ浮かべたらかなちゃんが笑顔を取り戻した。このうるせんだよっていうのもね、なかなか良かったです。ちょっと良かったけどね、もう少しアクセント、うるせんだよ、うるせんだよ。まあ、はい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 、そら怒られるわ。だらしない言葉を直す。おじさんリンゴ、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 おじさんリンゴ。特訓はとどまることはなかった。さすがの二人も独特のムードを漂わす先生のマジックで、言葉は徐々に柔らかく丁寧なものに変わっていった。残すは女性らしい仕草である。
我々は日本古来からの伝統的なしつけ作法の道にその答えを求めることにした。戦後社交界にあって数多くのお嬢様を世に送り出してきた日本作法界最後の大物近藤珠美、彼女が数十年かけて完成させた作法の秘技をレディース2人に伝授する。まあ、こんな感じですけれども本当はですねもっと明るいその素直な子なんですよ。そうだと思います。だから先生も根気よくですね、はい、先生マナーを教えてほしいんですけれども、はい、お辞儀ですよね。お辞儀です、はいはい、角度からいきましょうね。角度ですよ。ちゃんとしっかり立って、はい、手しっかり、そうブラブラさせない、はい、手ブラブラさせないとして、はい、ここからお辞儀に入りますよ、ね、はい、いい、必ず腰要をね、はい、ここですよ。ここからしっかり折るようにしてください。はい、しっかり折ってごらん。はい、まっすぐにしたまま、まっすぐですもん先生ね。そうです。ここほら止まって止まって、はい、上げてくる。はい、ゆっくり上げて、そしてちゃんと相手を見るのね。いい、はい、失礼しますっていうのはこれから邪魔して失礼しますってその心がなきゃダメ。はい、はい、失礼します。止まって止まって、はい、すっと本格的に、はい、今度は実際にお盆の上にお茶を、はい、お茶碗を一つ乗せてそしてお客様に出すっていうことを練習してみましょう。わ、はい、かりました。はい、こうやってちゃんとね左手にきちっと乗せてください。いいですか。お茶碗がちょうど手のひらの中央にあるようにしてね、安定感よく、そうお客様に向かっていらっしゃいませ。いやいやいや、ちょっとご挨拶しますね。そう、髪の毛がお茶に入らないようにするのよ。いいわね。はい、そしたら茶卓を持って、はい、近寄って、そしてね右足をちょっと引くようにして沈むようにしてからこう出して、いいわね。で、音させないの。いい？ここでは音をガチャッとこういう風にさせないの。その時にはね、はい、まずね、ちゃんと持って、ちゃんと持って、はい、いい？ここへ来たら、まずね、小指を先につけちゃってごらん。そう、そして向こう側を先つけて、手前をつけて、手を引くと音がしないわけ。前に持ってきますよね。音させない。はい、手が先つく。まず小指をつけて、そして向こう側をつけて、手前をつけて、音ばっかり出てんで、そして下がる時にはこのお盆をスッと返しながら下がる、はい、そしてお初打ちにどうぞ。そういう一言がまたいいんですよね。そうです。お初打ちにどうぞ。お初打ちにどうぞ。もうそんな言い方で言ってから出てきちゃうわ。知らないね。もう知らないんだよ。もうお茶がまずくなる。もう一回やってみてちょうだい。ちゃんとしっかり、お初打ちにどうぞ。もうしっかり口開けて、はい、どうぞ。そう言えるじゃない。その気がなきゃダメよ。凶暴だった2人も女性らしい心を徐々に取り戻してきた。そして数十年の歳月をかけて完成したという究極の作法特訓が最後の関門として用意されているという。その究極の特訓とは。張り切ってどうぞ。はい、左手に持ってノックしますよ。はい、トントン、はい、開けて入りますよ。入って、はい、閉めて、はい、こっち向いて、はい、そこで失礼しますの、それよ。はい、失礼します。はい、はい、持って歩きます。はい、歩いて、はい、そこまで来たらもう一回左手に乗せて、ゆっくりね、いらっしゃいませよ。はい、いらっしゃいませ。はい、はい、近寄って、はい、沈んで出して、はい、お熱いぞ。ゆっくり、はい、はい、歩いて、はい、ドアの前まで行きますよ。ドア持って、はい、出ますよ。はい、1、2、3、お辞儀して、はい、閉めますよ。はい、カチャン。素晴らしいですね先生。やりましたよ。やったやった、よかった。かなりもう出来上がってきたでしょ。うん、ね、なかなか普通の人でもあの難しいことなんですよね。あれはね、お茶をちゃんと出したりとか、ね、難しいことです。そうですよ。あ、先生怖いですね。先生怖かったですね。怖いですね。こうポンポンポンってやった時ムッとしてましたよ。ムッとしてましたよ。抑えてましたね。見ててドキドキしましたけどね。抑えられるっていうのはすごいですよ。顔が最後の方違ってきましたね。全然最初の頃と全然違う、ね、柔和なね。レディース来てもらってますから。おっ、